はい、皆さんこんにちは、大阪です。こんにちは。今回はね、ホンダのねバイクのディーラーさんにね行ってみようと思ってんだよね。そうですね。うん、やっぱりねホンダ流行ってるのかな。流行ってる。ホンダが一番流行ってるよ。そうだよね。なんかあれでしょ、バイクって言ったらホンダなんでしょ。ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキ。なんか彼前なんか言ってなかった？バリ島でバイクのことをみんなホンダって呼ぶみたいな。そうですね。どんなマークも、ホンダというみんな言われたんですよ。どんなブランドもね。どんなブランドも。ホンダってね、呼んじゃってた時期があるってことだよね。はい。今で言うとドローンみたいな感じだね。そうですね。どこのメーカーのドローン見てもドローンって言っちゃうみたいなね。ドローン見てもっていうか、こうね、空飛ぶねカメラを見るとみんなドローンって呼んじゃうみたいな感じだね。そうです。そんな感じです。そうだね。ホンダマークもホンダです。ホンダって言っちゃうみたいなね。スズキホンダだねとか言う。いや楽しみだな。うん、俺はね車しか乗らないって決めてるからね、はい、バイク運転したことないから下手くそだからさ、怖いんだよね。まあ乗ったことねえなら怖いよね。怖いよね。まあでも実際はねバイクが一番機動力もあるし、コストもね低コストでね買えるし、あとガソリン的にもね安く済むからね、車に比べるとね。そうですね。うん、やっぱり一番経済的っていうことはあるよね。ありますね。うん、それでは本日も攻めてみます。ADV これ有名なバイクなの。これ新しいんじゃないのこれ。あんまり見たことないよね。 150cc ですね。 150cc。 これはなんかすごい安い値段だけど、これローンすればこの値段ですね。あ、これ1ヶ月ね。これ何回ローンの金額なの？3年。3年だけど頭金がいくらっての？あ、そうだね。それ言ってもらわないとね全然違うよね。これも70万5,000ルピア。だいたい3年ローンの金額をここに表示してるのね。ジェニオ。あ、そうなんだ。ホンダの昔セダンがジェニオあるんですよ。あ、そうなんだ。これ車詳しいね。いや、頭金は70だろうね。ああ、そう、車種によって違うのね。そうですね。さっきのやつは7万70だったらね。70だったら3年でこので、でこれジュニオはジュニオ、ちょっと待って。ジュニオで私や。あ、これね。あ、2つあるよ。だいたい4万ルピア。あ、4パジュタね。75。18,750 yang ini. Kalau anunya yang ini ya? Iya. Soだね。3回払うと3。そう、そういうことか。はいはいはい。大体ね、このスクーピーってすごい昔流行ってたよね。スクーピー、まあそうですね、まだ7にですね。ね、あ、これこの丸のが小さくなってるの気がする。前はもっと大きかったよね。そうですね。ここはもう待ってください。itu kota ya。mana pak? Ya, ini ini pak manual. itu apa? Tadi manualじゃないですか。これギアが。あ、ギア、バイクのギアね、そこにあるんですね。これマニュアルスタイルなんだ。マニュアルスタイル。バイクにもマニュアルってある。まあ当たり前か。そうですね。そう、すごいな。これは値段が出てないね。値段出てないですね。うん、これね乗ってる人多いよね。ワクチークですね。ね。多いですね。うん。どこだ？ここです。うん。で頭金6万円払うと月々1万1000ちょっとね。で36回払いね。そうですね。日本風に言うとビッグスクーターっていうのかな。バリ島にはね、日本みたいな本当に大きいビッグスクーターみたいなのがあんまりないんですよね。まあでもだんだんそれに近づいてきたかなっていう印象はあります。なんか法規制とかがあってあれなのかな。こういった走り屋さんが好きなような、バイクが好きなような、バイク好きの人が乗るようなバイクもあります。売れてる？そうだよね。やっぱビッグスクーターがさ、やっぱ日本でも流行ってるからさ、うん、何年か前からね、10年15年ぐらい前なのかな。ちょっとあんま詳しくわかんないけど、大きいスクーターの方が安定感あるよね。カゼのおすすめは？そうね、まあみんな若い人が多いですね。1回で買うならいくらなのこれ？これ1回で買うなら33ジュタで。33ジュタね。だいたい30万ですね。30万ぐらいね。おお。これ携帯とか充電できないの？ある。あそこね。でもこれってこれ開けた状態じゃないと充電できないの？何ですか？開けた状態でこれソケットにこれさ。できるよ。こう入れて。うん。長い。あ、ケーブル外に出せるの？こうケーブルは挿すでしょ？挿すですよ。うん。で刺した状態で、これ閉まっちゃうでしょ。こうケーブル外に出ないんだ。出ない。この中に携帯をしまうんだ。そうです。あ、そういうことね。カゼの携帯入る？もう、あ、全然余裕で入るね。あ、むしろあれだよね、外に出てると危ないからそこにあった方がいいよね。そうですね。うん。やっぱりdarurat Pak, kalau pas kuncinya hilang tuh ini bisa dibuka. Ini kunci darurat. Siapa punya nama? Bapak. Oh, siapa punya?誰のかなと思って。ここ開けてみてよ、ここ。あ、それが開けれないんだ。電池が入ってないから開けれない。ああ、そうなんだ。まあいっか。クリスマスツリーがあるね、クリスマスツリー。ああ、こっちね。これまあ同じぐらいのサイズだよってことね。あ、ヘルメット1個入れて、あ、ちょっと少しここに余裕がある感じなのかな。こういうところを持つんだよね。Ada lagi satu. Ada. Karena hasilia da karena. Mbak Erna. Ah, helmet. Oh, こういうさ。あ、ヘルメットってこういうところで買った方が安全なのかな。街でさ、なんか10万ルピアぐらいで安いの売ってるじゃん。ああいうのはどういう感じなの？大丈夫なの？大丈夫ですよ、同じ、あのデザインとか、まあヘルメットのよるんですね。デザインだけ違うってこと。安全か安全じゃないかっていうと、みんな大体同じですね。昨日の方に ASNI が書いてあるんです。ああ、認証マークね。ここが変えてあるのなら大丈夫です。あ、どれ？そのマークね。そのマーク SNI っていうマークがついたら大丈夫ですね。